おはようございます。マック堺のサブチャンネルをご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではゆるい食レポなどをやってます。広島県産八朔、広島県、これなんて言うんですかね、因の島かな、わかんないけど、はい、の発祥の大人の八朔、すっきりとした甘み、ほのかな苦みが美味しい。はい、なんかこのね、地方の名産的なのこのね、言葉が入るだけでちょっとうまそうですよね。すごい、フルーツクオリティ製法、果汁を使用し果実の美味しさにこだわっています。果汁 10% 未満、熱を抑えることで果実の爽やかな味わい、香り、果実などから集めた香りにより独自の美味しさが生まれます。水、ろ過を重ねた安心安全なお水みたいですね。はい、贅沢蜜屋、なんか多いですねこういうのね。セブンイレブンで買いました。おー、確かにね、あー、八朔の、結構明るくなっちゃってるな、八朔のね、うん、いい匂いがしますね。これはこのね、この自然に濁った感じっていうのも美味しそうですよね。はい、いただきます。あ、うまい。あ、当然そうか。炭酸ですよね。まあそんなきつくなくてね、まあ、微炭酸に近いかもしれないですね。飲みやすくて、うん、すごく昭和感が感じられて、自然な味わいですね。なんか本当、あの人工的なね、あれはちょっと少ないような気がしますね。もうただこのシュワシュワ感がすごく、このね、柑橘系と相まってよりなんか微炭酸だけどなんかシュワシュワする感じがより際立っているような味がしますね。うん、確かにすっきりしてますね。失礼。あ、確かにね、このほのかな苦味っていうのもありますね。だからこうちょっと自然な感じがするのかもしれないですね。うん、確かに。うん、この後味もね、シワシワ感がすごく楽しめていいですね。はい、これはなかなかいけますね。うん、まあちょっとこの歌い文句に引っ張られてる感じもありますけど、飲みやすい、意外と飲みやすいけど炭酸も結構あるような気がしますね。さっきからゲップがよく出るんで、美味しいですね。美味しいじゃ分かんないです。やっぱり、お、あれキツツキですかね。落としてもなかなかね、見えないんですよね、鳥。以前にね、キツツキの動画撮れたんで、よかったらご覧ください。サブチャンネルで多分検索すれば見つかると思います。うん、うまかった。すごく僕好みですね。そんなに炭酸がきついけど、きつくあまり感じないんで飲みやすいですし、甘、確かにね、大人な感じというか、すごく甘くないんで、それも良かったですしね。90点かな。これはもう本当あれですね、 1.5 リットル買ってまた家でちょっと飲みたいぐらい美味しかったですね。はい、なんか割ったりするのもいいかもしれないですね。はい、というわけで広島県産八朔、とても美味しかったです。最後までご視聴いただいてありがとうございました。